貴様は長く生きすぎた。バカめ、凡人が俺に勝てるか。神剣の歴史は2000年、貴様ごときに極められる剣ではない。北斗神剣奥義、残骸石保剣。なんだ、足が勝手にと、止めてくれ。飛行失言をついてある。地獄まで自分の足で歩いて行け。自分で飛行をついて止めてみろ。指がなくてはつきようがないか。 なぜ天才の俺がこんな目に。なぜ。うわー、貴様のことを一番知らなかったのは貴様自身だったな。ふん、来たか。あれはケンシロウだ。アーミバを倒したという例の男だ。門を固めろ。牧長に報告だ。このカサンドラに出向いてくるとは、無謀な奴らだ。トキはこの鬼の鳴く町と呼ばれるカサンドラに幽閉されているらしいわ。鬼の鳴く町、聞こえない？鬼の鳴くような音が。ここにトキが。一度収容されたが最後、二度と生きて出ることのできない死風の監獄と、かつて鬼と恐れられ悪魔とそしられた凶悪犯たちが泣いて出獄を乞うた町。それがこのカサンドラか。行こう、時が呼んでいる。まるで人の気配がしないけど、本当にここに多くの人が捕らえられているのかしら。マミヤ、目の前をよく見てみろ。え？我はカサンドラの英士ライガ。同じくフーガ。俺たちがいなきゃ死んでたな。
何人たりともここを通すわけにはいかぬ。ここは俺に任せる。我らが使うはニシン風雷拳。同じ地、同じ筋肉、同じ感性を持つ者のみが習得可能の剣。道を開けぬと死ぬぞ。このカサンドラに住む者にその言葉は脅しにならぬ。すでにあらゆる人間が死に支配されている。この門を開けようとする者には死あるのみ。我らの間に入った者は体ごと両断されるのだ。なぜ殺さぬ。殺意より悲しい。お前たちの目は悲しみに満ちている。なんと、たったこれだけの戦いで俺たちを見切るとは。フーガ、よくぞこの地に足を踏み入れた、ケンジロウ。貴様が獄長か。さよ、その無謀なる勇気だけは褒めてやる。俺に無謀という言葉はない。それはお前が恐怖というものを味わったことがないからだ。その恐怖の見本を見せてやろう。ミツ、兄貴。ライガ、そしてフーガよ。貴様たちを兵士にせんがための人質も、もう用はなくなった。よってこいつを
わし自らが処刑してやるわ。許せミツ、カサンドラの住人に再び光と生を与えるために死んでくれ。俺たちが待ち望んだ救世主が現れたのだ。分かった、みんなを救ってくれ。気が変わったわ。覚悟の決まった男を殺しても面白くはない。貴様らがケンシロウにかけた一縷の希望、それが絶望に変わってゆく様を楽しむとしよう。話はそれだけか。さっさとかかってこい。そうせかすな。貴様が安心して死ねるよう墓まで用意してやったのだからな。その墓は大きめに作ってあるのか。え？いや、なぜだ。その墓に入るのはお前だ。なにぬね、ヒラズたちを叩き合って。じっくりと恐怖を味合わせてやる。本当の恐怖を味わうのはお前だ。墓穴が狭すぎたな。体がぐるじ。しかし、時期にちょうどよくなる。安心して死ね。たたたきび。